デイリービルの山田です。本日は経済評論家の浅香豊さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バルト三国の一国であるリトアニアが中国を屈服させたというね、話なんですけれども、まあ、リトアニア、一応なんですが、小国じゃないですかね。そうですね。小さい国ですね。これがこの超大国である中国に対して、強気に出て屈服させたっていうのは、これは一つ勇気を与えるね、めちゃめちゃいい話になると思います。はい、まず、このリトアニアという国をね、はい、紹介してください。リトアニアはポーランドの北東に位置する非常に小さい国です、国土面積は65,300平方キロメートル、日本が378,000平方キロメートルぐらいですから、この日本と比べてもですね、まだ6分の1ぐらいしかないという、まあ、そのぐらいしかない、小さい国です。で、人口はたったの280万人、ということになるので、あの中国と比べた場合、国土面積で考えても、そして人口で考えても、もう比較にならないくらい小さい国だと、言っちゃっていいかと思います。で、エストニアやラトビアとともに、いわゆるバルト三国というものを構成しているわけですけれども、まあ、ソ連が弱体化した1990年にですね、まあ、ソ連からいち早く、この独立を、宣言するということをやったがためにですね、まあ、ソ連から激しい経済封鎖というものを受け、でまたその KGB、カーゲーベイですね、のこの特殊部隊が国内の治安を乱す、ちょっと大きなそのテロ事件みたいなことも、経験したりっていうような感じのこともあったりしました。で、そうでありながら、まあ、最後にはですね、この独立を勝ち取ったという、誇りある歴史を持っている、そういう国だったりもします。で、ちなみに今その対中強硬路線の中心を担っているのが、ランズベルギス外務大臣なんですが、彼の、おじいさんがですね、このソ連がリトアニアから独立するこの独立闘争を導いた、まあ、英雄、中心人物で、なんとそのおじいさんを扱った映画っていうのもですね、作られているほどなんですね。で、これ中国はリトアニアに対して、ね、いじめのようなことを、ね、やってきたじゃないですか。嫌がらせ、経済的圧力を加えてきたわけですが、そのきっかけに、ね、なったのはどういう事件だったかっていうのを、そうですね、中国のリトアニアに対する経済的圧迫のこの発端となったのは、リトアニアが2021年のことなんですが、台湾代表処という名称のですね、まあ、台湾の事実上の大使館の設置を認めたということが、これがきっかけになってます。で、日本にも、日本台湾交流協会という、名前のですね、まあ、事実上の台湾の大使館の役割を果たしている、ところがあったりをしますけれども、まあ、それと同じようなものを台湾がリトアニアに作ろうということでもって、それをリトアニアが承認したという、こういう話です。で、ただ、まあ、こういう施設の設置自体は決してリトアニアだけでなく他の国でも一般的に行われていることですから、まあ、このこと自体が問題になったというのではなくてですね、名前の問題なんですね。台湾代表処ということになると、その中国とは別に台湾を代表する、そういう施設であるというこういう感じになってくるので、そういう名称のものは認められないとして、まあ、中国が大反発をしたということになります。ただこれ自体がきっかけになったってはきっかけになったんですが、まあ、これ以前からですね、ちょっとリトアニアと中国との関係というのは悪化してたということもあったりするんですよね。それ以前からというのはどういうことなんでしょうか。うん、はい、これ2019年の話なんですが、リトアニアの国家安全保障省がですね、国家脅威評価報告書というものを、これ作ってるんですけれども、この中で中国を安全保障に有害な国としてリストアップしたということがあるんですね。それまで、リトアニアにとってそういう国家安全保障にとって有害な国とされていたのはロシア一国だけだったということがありました。で、まあ、ロシアはリトアニアの領空にですね、その無人偵察機をバンバン飛ばすみたいな感じのことを、やっているってことがあったりもしました。で、またウクライナに対して、そのいろんなちょっかいを出してですね、で、これはひょっとしたらこの軍事作戦をね、やろうとしてるんじゃないか、そういう形でもって、我々のその東ヨーロッパ諸国に対して脅威を与えるとしてるんじゃないかっていう、そういうような感じでもって、まあ、当時からロシアを警戒するっていう感じのことも、やっていたということがあります。で、このロシアと並べる形でですね、その中国を、この安全保障上有害な国だとしてですね、このリトアニアが認定したということが、起こったわけなんですね。
で中国は主としてなんですが、国家安全部と人民解放軍の軍事情報部の2つがこの様々な活動をやっていて、この活動は、まあ、長期的に見た場合どんどん拡大する傾向にあるんじゃないか、その懸念があるということをこれ指摘していたわけですね。で中国はその経済的政治的野心からこのリトアニアだけではなく他のその NATO 諸国、そして EU 諸国、こういうところにおいても、工作を活発化させている、これに対する警戒が必要だという、こういう報告書をですねすでに出していたということがあります。だから2つの合わせ技だったわけですね、うん、まずリトアニアの国家脅威評価報告書で中国の脅威を明確に示したと、うんうんうん、でさらにその外交施設、台湾代表処ですか、うん、の設置、認めたというのをこの合わせ技で中国が怒ってしまったということなんですが、怒った中国は具体的にこのリトアニアにどんな嫌がらせ、圧迫を加えてきたんでしょうか。はい、ですね、まず中国はリトアニアに置いていた、まあ、中国の大使館があるわけですが、この大使館を、代理大使所というところに名称変更というのを入れました。で代理大使という言葉で分かる通り、まあ、常設の大使がいなくなるわけですね。で常にリトアニアにいる大使というものはもう中国に引き上げてしまって、普段は大使はいない状態にすると、まあ、なんか必要があったら中国から大使を、臨時に派遣するみたいな、そういうような扱いにするっていうことでもって、その外交関係を、かなりレベルを下げるということをやりました。でさらになんですが、中国の税関はですね、その各国ごとに、まあ、コード番号みたいなものがあるわけなんですが、リトアニアのコード番号を税関リストからこう外すということをやって、そうするとリトアニアの商品を、中国の税関は扱えないっていう状態になるわけなんですね。でこれでリトアニアの商品をもうシャットアウトすると。で中国の国内でリトアニアの商品を入れたいっていうことでもって申請を出そうと思っても、そのコード番号がないということからですね、こう申請が受け付けられないという、そういうような状態にするということもやりました。でさらにリトアニアから直接来るものではないものであっても、例えばそのドイツの自動車部品メーカーがですね、一部このリトアニア製の部品を組み込んだような、そういう形でこう部品を作るということがあったりするわけなんですが、そういうリトアニア製のものを含んだものはもうこれは中国には入れさせないぞという、こういう圧力を加えるみたいなことまでやってで徹底的にリトアニア経済を痛めつけるという、こういう動きに出たってことなんですね。器の小さな国ですね、うん、そうですねでそんな中でリトアニアはどういった対抗策動きに出たんでしょうかね、うん、まずリトアニアはその中国に置いている中国の大使館の職員をこれ全部全員ですね本国に引き返させるということをやりました。で中国の制裁というものはこれは WTO のその規則に違反する不当な脅迫にあたるということでもってですね、EU にこの共同してですね、これ中国を提訴する動きに出てくれというこういう働きかけをやりました。で台湾との関係はですねこれでひるむんじゃなくてむしろ強化するという、強烈な動きに出たんですね。で今年1月にはですねリトアニアの議員の代表団が、台湾を訪問して、蔡英文総統と、直接会って話をするなんてこともありましたし、10月にはリトアニア その国会議長が、台湾の国会で演説をするというようなそういうこともやりました。でまた、中国が、まあ、その中東欧諸国ですね、ヨーロッパの中部やヨーロッパ その東側にある、そういう中東欧諸国17カ国との間においてセブンティーンプラスワン、要するにそういうヨーロッパ諸国17カ国とプラスワン中国との組み合わせなんでセブンティーンプラスワンという、そういう協力組織体みたいなものがあったりするわけなんですが、このセブンティーンプラスワンからですねリトアニアはあんなの入ってられねえよと、あんなの中国に一方的にやられるだけじゃないかっていうことでもって、脱退をした上でですねで他の国にももう出ない方がいいぞみたいな、そういう活動まで、やり始めるというそういう状態だったりしましたね。これ板挟みになったのはこの他の欧州諸国なわけじゃないですか、まあ、中国との経済関係も維持しないといけないけれどもリトアニア仲間だから守ってあげないといけない、これ他の欧州諸国はどういった動きに出たんでしょうね。そうなんですよね。で、まあ、そのドイツの財界からは、
中国と喧嘩するねやめてくれと、いうことでリトアニアを非難する動きっていうのも実はあったりもしたんですけれども、むしろそのリトアニアを助けようという動きの方がこの広がったということがあります。でリトアニアに対するこの経済的圧迫というのは到底見過ごすことができないとして、で EU はリトアニアに同調して、WTO に中国を提訴するという、そういう動きにも出ました。で EU 加盟国であるそのリトアニアに対するそういう経済的圧迫というのは当然 EU として、見そげせるものではないということがありますよね。でまた NATO にしても同様で、今年7月に開かれた NATO の首脳会議というのはリトアニアで、開催されたわけですね。で、まあ、リトアニアは、ウクライナ問題でもこのロシアに対して非常に厳しい姿勢を取ってるっていうことも当然あるんですけれども、それに加えて中国に対して非常にやっぱり厳しい姿勢を取っている。このリトアニアを応援するということを、NATO でやらなきゃいけないということが、まあ、おそらくその背景にはあったんだろうというふうに思います。で、まあ、こういうような形で、中国がリトアニアをいじめをやっていく中 でむしろこのリトアニアに圧迫を加えれば圧迫を加えるほどリトアニアと台湾の関係はどんどん強固にはなるし、それどころではなくて他のヨーロッパ諸国にしても、実はその台湾との関係を、強化する動きってさまざま出てるんですね。いうような形でもって、中国が狙ったのとはですね、この皮肉にも、真逆の結果に結構つながっているところがあるという状態だったりしたんですね。で逆にリトアニアと台湾の関係は今どうなってるでしょうかね。これは当然ながら大いに、深まった状態です。台湾は中国で輸入ができなくなったリトアニアのラム酒があるんですが、そのラム酒は全部台湾が買います台湾でみんな消費しますって言って、これ全量、その台湾で輸入するなんてことをやりました。でそれからリトアニア製の牛肉というのは従来台湾は輸入対象に入ってなかったりしたんですが、これを輸入するというようなことでもって、関係強化というのに動くということもやりました。でまたその9月の話なんですが、台湾の南の方に台南市、台湾の南って書いて台南ですが、台南市というところがありますが、ここにですね台湾リトアニア超高速レーザー開発センターという、もの、これを新しくオープンする、こういうことにもなりました。でまたリトアニアの IT 企業である、テルトニカはですね台湾の工業技術研究院が推進する半導体協力計画というものにこれを参加してですね2027年までに台湾の技術を使ってリトアニアで半導体を生産するということでこれ合意するという状態なんですね。つまり台湾と協力関係を結ぶことによってリトアニアをその半導体の一大拠点にしてヨーロッパの中で大きなプレゼンスを持てるようにしていこうというこういう動きも出ているということなんです。リトアニアって小国ですけど結構その IT 産業とは強いじゃないですか。もちろんこのソ連時代からそこのバルト三国のあたりでね、まあ、そういう情報拠点とかがあったりしてだからスカイプとかね当然使いますけど、まあそこも確かラトビアとかですよね。そうですね。で、ただここまで言うとまだ中国を屈服させる状態までには成り立てないかと思うんですが、その屈服っていうのは具体的にどういうことですか？そうですね。で、これ、NATO の外相会談に出席したリトアニアのランズベルギス外務大臣が語っているところなんですが、その対中貿易が完全に回復したとまでは言えないけれども、かなりその回復過程の中にあると。で、リトアニアに対する、その経済的圧迫措置、中国が行ってきたその経済的圧迫措置のほとんどはですね、これ解除されたという話をしています。で、今年10月までにリトアニアの対中輸出は前年同期で 53% 増の1億1000万ドル、日本円でざっと162億円、ここまで増えてきたというような状態で、明らかに回復傾向にあるっていう状態なんですね。だから中国が公式に負けを認めたっていうことではないんですけれども、事実上そういう経済的圧迫を加えて、それでリトアニアをそのヨーロッパの中で孤立させようと思ったのがむしろ逆に動いてしまって、リトアニアと台湾との関係を強化するばかりではなく、他のヨーロッパ諸国と台湾との関係も強化してほとんど効果がなかったっていうことからですね、まあ、くだらない制裁をやるのを、事実上こうどんどん
を外しているというそういう状態なんですよね。でその諸国のリトアニアが中国の威圧を跳ねのけたというのは非常にね、うん、世界に勇気を与える話なんですが、うん、と同時にですよ、これ例えばオーストラリアがその武漢ウイルスのね、うん、起源を調べるとか言って、ね、まあその牛肉をね、うん、禁輸とかされてたじゃないですか。そうですね、まあ台湾だったらパイナップル、うん、リトアニアラム酒がありまして、うん、で日本のねこの水産物禁輸も同じようなういわゆるこう経済的圧迫、うん、エコノミックステートクラフトと言われるようなものなんですが、はい、だから日本が一番弱腰じゃないですか。そうなんですよ、一番の大国である、ね、国であるはずの日本が一番弱腰というのはちょっと情けないところですよね、うん、まあ岸田総理とかからすれば、うん、いや日本と中国との関係は他の国との中国との関係よりもずっと密接だから、うん、そう簡単にはいかんのだよって、まあ、こう言いたいところもあるんだろうけれども、うん、いやその日本の経済力は他の国よりもずっと強いわけであり、うん、いざとそういうことでもってその圧迫を加えられるみたいなことがあったときに、うん、日本こそがですね、そのそういうその企業というものを支えていけるそのもともとの底力みたいなものっていうのを一番持ってるっていうこともあるわけじゃないですか。だからそこを恐れるのはまずおかしいよっていうことがあるのと、で仮にその日本企業を中国がバンバン叩きに来る、いじめに来るみたいなことをやったときに、それを見て欧米諸国の企業がどう思うかですよね。ね、あここやばいなということでもって、まあ、常にもうやばいと皆さん思ってると思いますが、なおさらそのやばさを実感して撤退に弾みがつくっていうことになってくるだろうっていうのも見えてますよね。だから喧嘩をしないのが正しいんじゃなくって、戦略的に喧嘩をするっていうことが、まあ、大事ってことだと思うんですよ。でリトアニアにしてもこれ闇雲に喧嘩したわけじゃなくって、自分たちがこの中国からいじめられてます的なポジションをうまく取ることによって EU 諸国 NATO 諸国を全部自分たちの味方に引きつけていくことができる、で自分たちを守った上で、なんとかやっていけるっていうことを考えた上で戦略的に行動していたっていうことがあるかと思いますよね。でそこから我々日本が学ぶことっていうのは大いにあるんじゃないかなと、私は思ってます。うん、リトアニアにしてもバルト三国、やっぱねソ連に時代はそういう全体主義のね、うん、恐怖に覚えて怯えていた、その記憶を浅らしいところでね、もう一回こう屈してしまったらその自由が奪われてしまうというのがあるんでしょうから、うん、そうですよね、日本はやっぱりね結局は平和ボケということになるんでしょうけれども、うんうん、まあ多分ね公明党と連立組んでるから、はい、公明党がね、池田大作がこうねやってたその親中路線というのをもうなかなか変えられないっていう状態になっていて、まあそこの呪縛から逃れられないってことだと思うんですけど、うん、いやここはねむしろね勝負に出た方が私はいいような気がするんですけどね、うん、もしそういうことでもって中国に対して勝負に出て、公明党が自民党から離れるっていう感じになった時に、公明党がむしろ持たないんじゃないかなって私は思うんですよね。日本国民からすればあんだけ中国が横暴なことをやってるのも分かっていながら何言ってんだよっていう感じになってきますよね。でそういう観点からもうちょっと攻めの動きでもってですね、その政治を戦うリーダーシップね、ちょっとね、うん、タフではあるんですが、そういうタフなリーダーシップを、岸田総理にはね発揮してもらいたいなって思ったりしますね。はい、といったところでビリニュースなんだそれはビリニュースリトアニア、うん、ね、タリン・リガ・ビリニュースって覚えてるんですよ。ビリニュースっていう首都のことを言ってたわけね、うん、ごめんごめん、ビリニュースって言うんですよ。私ビリニュースって言うんですよビリニュース、はいはいはい、ちなみに私ビリニュース行ったことありますよ。いいですね、はい、20分ぐらいでもう、うん、観光終わりました、うん、まあ狭い国だからね確かに、はい、ついたところで、あの、ね、素敵な国なんでぜひでもわざわざ日本からそうやって20分で観光終わるならそうな、うん、まあでもポーランドとリトアニアを一緒に回るとかね、そう、うん、あとはあそこにフェリーであのフィンランドからね、うん、こうムーミンを見て、あー、なるほど、リガービリニュースでポーランドに行くっていうね、そういうのがいいかもしれないですね。なるほど、そういうのもあるかもしれないね、はい、まあポーランドもね、なかなかの親日国だったりするんで、うんうん、ポーランドもね、ぜひ行ってみたいなと思ったりしますよね、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。